はい、どうも皆さん、ま、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、D ポイント期間用途限定を含む現金化する方法、日光フロッキーを使って簡単にできますということで、今回は D ポイントについてですね、この動画ではタイトル通り、溜まっている D ポイントをとあるサービスを使って簡単に現金化するということについてお伝えします。実際にですね、僕もやってみましたので、D ポイントの紹介に困ってるなっていう方は、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ま、そもそもですね、この D ポイントについては、きく2種類ございます。まあ、通常の D ポイントと期間用途限定のタイプ。ま、あ2つのポイントがあるんですけども、まずこの通常の D ポイントなんですが、特徴としたらざっとこんな感じでですね、有効期限が48ヶ月であったりとか、すべての D ポイントのサービスでも使えたりできます。で、D ポイントの投資が使えたりとか、あとは JAL のマイルに交換することもできます。まあ50、50%のレートにはなるんですけども、まあ、こんな風な使い方がありますよという感じですね。まあ、ちょっと通常の D ポイントに関しては、なかなかちょっと あまりにくいっていうところではあるんですが、基本的には d ポイントの全てのサービスで使えるのでまあ、便利がいいですね。で続きまして、この d ポイントを期間用途限定のタイプなんですが、まあ、特徴としたらざっとこんな感じです。有効期限は短めなんですよ。あの例とすると3ヶ月とか。まあ結構短いものもあったりします。 で、D 払いとか D ポイントのキャンペーンとかで付与されることがほとんどですね。僕は大体それでもらうことが多いです。で、使用用途としたら、まあ、これもいろいろあるんですが、D ショッピングデーであったりとか、ローソンのお試し機会券とか、まあ、これももちろん通常の D ポイントで使えるんですが、D ショッピングデーとかで使ったら、まあ、買い物で期間用途限定の D ポイントで決済しても、なんと D ポイントが還元されたりとか、で、ローソンのお試し機会券はね、 ま、ちょくちょく動画にはしてるんですけども、お得に商品が交換できるっていうようなサービスで利用がすることができるって感じなんですよね。で、それぞれの今回この D ポイントなんですが、ちょっとタイトルでもお伝えしたように、日光フロッキーというサービスを活用して現金化することっていうのが可能ということになってます。で、そもそもこの日光フロッキーってなんてなると思うんですよね。まあ、公式ページから実際にどんなものかっていうのを引っ張ってきました。な、もともとはこの SNBC 日光証券の、ま、一部のサービスみたいなものなんですが、 日光フロッキーとは何ですかということで、日光フロッキーは情報メディアと取引機能が一体化した投資サービスですっていう風うに出てます。まあ、ちょっとね、一瞬これを見た感じ、うわぁ難しそうって思うかもしれないんですけども、ご安心ください。僕も全然投資とかもど素人なんですが、基本的にはもう誰でもできるようなサービスです。で、実際の現金化するまでの流れなんですけども、こんな感じです。まずは日光フロッキーで講座を開設します。で、その後に D ポイントを使って、 まあ株とか、まあ ETF を購入して、 その後に現金化するっていう流れになります。で、先ほどもお伝えしたように結構ですね。実際にやってみたら思ったより簡単だったので、ま口、あ、座開設までできればあとは誰でもできるかなっていうイメージです。で、まずその日航フロッキーなんですけども、こちらがこの公式ページとなります。記事から株が買える投資サービス日光フロッキーということで、まだ口座を開設されてない方がいらっしゃいましたら、この右上にですね。口座開設っていうところがあるので、ここをクリックします。そしたら今出てるように。smbc 日興証券ということで。で 簡単2ステップで講座解説最短3日でで座最短日きま、すすすすととといいうううこでででちゃんと無料でできままご自身のの情報を入力してて本人確認書類の提出するっていうよなうな流れになりますまあその際にですね、ここにも出てるように、マイナンバーが必要であったりとか、インターネットから申し込む場合に関しては、20歳未満で80歳以上、ここに該当する方をお申し込みできませんので、ここは気をつけておいてください。ま、ここにも出てる他の方法で講座解説してくださいということで、ちょっと他の方法がまだ僕調べてないんですけども、ここら辺がちょっと注意点かなと思います。で実際に で、口座開設する際はここの一番下にですね。同意して口座開設っていうところがあるので、ここをクリックしたらご自身の情報の入力をしてどんどん進んでってください。で、こちらがですね。実際に口座開設をしたら届く書類なんですけども。今出てるような smbc 日光証券の小さめの封筒が2つで左側にスタートガイドということで、これはちょっと大きめの封筒で結構分厚めに届きます。で、さっき3日って出てたんですけども、ちょっと僕がですね。口座開設をしたのが結構前だったので、おそらく。まあ1週間もかからない程度で。 解説をで、きた気がすするのででで、まあ、それぐらい目安でいいい目安かなと思いますで実際に書類を使って、まあまずログインからいろいろ行っていくんですが、まずはここの支店コードと口座番号なんですけども、届いた書類の中に支店コード口座番号というふうに記載されているので、それをですね、この枠の中に入力をします。 で、その後にパスワードなんですけども、一応ですね、仮パスワードということで、こちらも書類に記載がされているので、それをですね、ここのパスワード欄に入力をします。で、そこからログインを行って、その仮パスワードの変更する画面が出てくるので、うまく入力ができましたら変更するをクリックします。で、E メールサービスのご案内が出てくるんですけども、これは今は申し込まないで OK です。で、いろいろ注意点があるので、ここのチェックボックスに入力をして、同意しますで次に進みます。そしたらですね、うまく進みまして、今度は日光フロッキーにログイン をします。で、この視点コードと口座番号でパスワードに関しては先ほど入力したものと同じものを入力してください。で、ログインを行いまして、その後にですね、ちょっと画面ちょっと僕も撮れてないんですが、ログインした後に D アカウントと連携する画面が出てきますので、ご自身が登録している D アカウントと連携を行ってください。で、ここからの流れなんですけども、まあ、ちょっと先ほどもお伝えしたように、ニッコフロッキーを使って D ポイント、まあこれ通常の D ポイントであったりとか、期間用途限定も含めて、株とか ETF を購入して、その後に売却 いわゆる売ります で、そこから指定口座に出勤をするっていう流れで今からお伝えします、まあ。ざっと見た感じ難しいかもしれないんですけど、めちゃくちゃ簡単です。で、事前にですね、この日光フロッキーの注文時間だけを押さえておいてほしいんですけども、なんかちょっとこれ通常の株の購入とか若干なんか変わるらしいんですよ。まあ僕はですね、先ほどもお伝えしたように、まあ投資とかに関してはめちゃくちゃ初心者なので全然詳しくないんですが、一応ですね、この注文時間とかはある程度把握をしておいてください。で、あとですね、その注文時の、まあ買いの手数料と売りの手数料、 っていうのがちゃんとありまして100万円以下で買いの手数料に関しては0%で売りの手数料で,ですね株を買って売る時の手数料に関しては 0.5%100 万以下の場合はかかりますですけども売りの注文時にですねなんと D ポイントが0.2%分還元がされるので実質0.3%だけ点数料がかかるっていうことになるんですよねここまで事前に抑えておいた方がいいと思いますでそれを頭に入れた状態で早速日光フロッキーで D ポイントで購入するものっていうことなんですが今回大きく 2 225つありまますす日日経経といいううもものの平均インバースっていうものを購入しますなんか難しそうな言葉出てますけど大丈夫です。だからそれぞれですね、簡単にお伝えすると日経平均っていうのがあるんですが、まずこの日経225に関しては日経平均と連動して動くもの、で日経平均インバースっていうものに関しては日経平均と逆の値動きをするものっていう風に捉えていただければと思います。なのでやることとしたら1番と2番を同額を購入すればですね、相場が変動してもリスクがない 行うことがで、なかなかね、ちょっとイメージが湧かないかもしれないので、実際に購入をしていこうと思うんですけども、まずは日経225から購入をします。この日光フロッキーの一番上にですね、銘柄記事を検索っていうところがあるので、ここをタップしたら、1321っていう風に入力をします。 で、うまく検索ができますと、ここに銘柄として、NFNK225 と出てますんで、これが 2K225 のことを示してますんで、ここをタップします。そして、ここの右下に買うっていうところがあるので、ここをタップしていただいて、そうするとですね、決済画面が出てくるんですが、今回は決済方法として、D ポイントを使います。まあ、実際にタップしたらですね、普通に現金でもできますし、D ポイントでも行うことができます。で、購入金額のところで、購入したい金額分を入れていただきます。でですね、購入の単位の なんですけども、D ポイント期間用途限定もそうなんですけども現金化したい場合は保有ポイントの半分をですねここに入力をしていただけます100ポイント単位で入れてくださいなので1万ポイント自分が保有してた場合は日経225で500ポイント分を購入してそして日経平均インバースでも5000円分を購入するっていうようなイメージで OK ですで早速ですねそこまで入力ができましたら注文内容を確認して購入を行ってくださいで今度はですね日経インバースの方も購入したいと思いますので同じように検索をかけまして で今度は1571と入力をして検索をかけますそうするとですねここにもですね n f 2 k インと出てますのでこれをタップしていただいてまた同じような画面が出てくるのでここで買うをタップしますそして購入金額なんですけどもまあ、先ほどお伝えしたような感じの額を入れていただいて 注文内容を確認してこれで購入が完了とということになりますでですね、ちょっと僕が購入する画面がちょっと撮れてなかったんですけども、購入した後のですね、画面を撮れてたので、ちょっとそちらをお伝えできればと思うんですが、僕の場合ですね、3月2日にここに出てるように、日経平均インバースと225に関しては2万と200円ごと、それぞれ購入をしております。というのもですね、まあ、ちょっと前にも動画にさせていただきました、D ポイント15%増量のキャンペーンがあったんですけども、まあ、その時にちょっと見づら なくて申し訳ないんですが D ポイント期間用途限定が39,881円分が付与されました他にもアリゴ搭載の分とか だいたい合わせて2万と400ポイントちょっとぐらいあったので、まあそれをね、今回現金化したいなと思いまして、まあそれぞれ2万200円ずつ購入したということになります。で、これが行ったのが3月2日火曜日の10時34分に行いまして、で、その後に先ほどちょっと注文スケジュールにも出てたような感じのスケジュール通りでいくと、3月2日火曜日の15時46分にはここにも出てるような約定済みという風に切り替わりました。で、今度はですね、この購入した ETF をですね、翌日に 売るっていうような作業を行いたいと思うんですけども、これが3月3日水曜日の8時です。午前8時に行いまして、まず、ここの左上の3本線をですね、タップしていただくと、いろんなメニュー画面が出てくるので、ここのマイ資産というところをタップしていただいて、ここにですね、毎資産と出てくるので、ここをタップします。そしたらですね、購入した分というのが出てきまして、まずは日経225から売るっていう作業を行うので、ここをタップします。そして、ここの売るっていうところをタップしていただいて、で、ここの金額の指定という項目の部分なんですが、 今回はすべて売却ということを行います。で、それが確認できましたら注文内容を確認するというところをタップしていただいて、これで無事に売り注文を受け付けましたということになります。で、同じ作業をですね、日経平均インバースでも行いたいと思いますんで、これもタップしていただいて、で、これもですね、無事に売り注文を受け付けましたということで、売りの作業はこれで完了です。 で、続きまして、うまく売ることができたらですね、早速銀行口座に出金の申請を行いたいと思いますんで、ここのですね、出金するっていうところをタップします。で、そうすると、銀行振込で出金という項目が出てくるんで、2 こう、イージートレードで出勤という項目をタップしていただいて、で、出勤手続き金額の入力の画面が出てきますんで、出勤金額として、4239円というふうに僕の場合は出てますね。4万と400円分を購入してたんですけども、手数料、売りの手数料分が差し引かれてるというような感じなので、まあ、少しマイナスかなと。まあですけども、D ポイントで還元またされるので、まあ全然十分かなと思います。で、出勤日に関しては一応指定ができるみたいなので、僕の場合は3月5日の金曜日にここに指定をしたいなと思いまして、ここをタップして、 で、ちゃんと出勤できる日付が4239円がこの日にできますよということも確認ができまして、出勤額を確認するをタップします。で、これで出勤の手続きが完了ということですね。で、しっかりと僕の銀行口座には、ちょっとスクショは出せないんですけども、4239円が銀行口座に振り込まれているということも確認ができましたので、ここまでが一連の流れということになります。ということで、今日お伝えしたことをまとめです。まずは日光フロッキーで口座を開設をして、で、その後に、まあもちろん現金でもいいんですけども、 ポポイインントトの通常ポイントで、ああっっったたりりととととかか期間用途限定こ、まあ、これをを使って株ででで etf を購入することができるがき作業自体はめちゃくちゃ簡単なんですけども、まぁ、あ、座解説とか取引含めて、若干ちょっと時間と似てかかるかなというふうに思います。まあ、動画的にはちょっと尺が長めになってるので、一旦ちょっと難しそうな感じのイメージも捉えられたかなというふうに思うんですが、まあ、この作業をするだけで、D ポイント期間用途限定の消化が困ってるとか、使用用途にちょっと困ってるなという方がいらっしゃったら、この作業だけで現金にできる ってなれば結構僕的にはお得なのかなという風に思いますまあ、通常の D ポイントはね本当いろいろ使えるのでまあ、残す分もいいですし現金化するのもいいと思うんですけども機関用途限定はねこういった方法もありますよということで、まあ、参考にしていただければと思いますまあ、ですけどもやっぱりですねこの作業に関してはまあ、全部何でも言えることなんですけども行う際はですねもう自己責任でお願いしますまあ、今はねこういった機関用途限定が使えるということでサービスが進んでるんですけどもいつどこでこれこのやり方ができなくなるかとかまあそういったことも わかんないですけどもあり得る可能性もあるので行う際はぜひですね自己責任でやってみてくださいニコフルッキンに関してはなんかちょくちょくですねなんかキャンペーンとかやってるみたいなのでこちらはですねぜひ公式ページもチェックしていただければと思います まあそんなこんなんで今回は日光フロッキーを使って D ポイントを現金化する方法について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、僕の場合今回はですね講座解説をしてかなり日にちが経ってて放置してたんですよ。なんか難しそうだなと思ってたんですけどもですけども実際にこう自分で取り組んでやってみてあこんな風になるのかって思ったらなんでもっと早くやらなかったんだろうという風に今めっちゃ思ってるところではあったんですよね。なのでまあちょくちょくね D ポイント D バレーとかも結構熱いキャンペーンがあってるので、まあ、その時に D ポイント 期間用途限定が溜まってきたらまあ、この方法で期間用途限定のタイプに関しては現金化しようかなという風に思っております通常の D ポイントはね結構使用用途多いのでまあ、無理に現金化しようかなという風に思わないんですけどもまた増量のキャンペーンとか D 払いキャンペーンに参加した時はこれをさ、ちょっと参考にしようかなという風に思っておりますで、今回お伝えしたですねニコフロッキーに関しては下の概要欄にリンク貼っておきますので詳細気にな方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました